はい、これはね、トヨペットクラウンラジオコントロールカー、ラジコンですね。今日はこれを組み立てていきたいと思います。三丁目の夕日。昭和34年、日本の空は広かった。まあ、非売品なんですけど、めっちゃ色捨てる。まあ、組み立てたらこんな感じになるってことかな。コントローラーで。これね、拾いました。拾ったというか、まあ、もらったというか、まあ、拾ったってことかな。まあ、拾いました。ゴミ処理場で、拾いました。でまあなかなかねゴミ処理場でこんな感じの、ね、ものがね、まあ、手に入ることはないのでちょっと珍しいなと思って、まあせっかくねいいものが手に入ったんでちょっと作ってみます。はい、ということで開けてみます。まずはこれコントローラーですね。コントローラー、説明書かな、説明書ですね。本体ボディです。これがシャーシかな、シャーシですね。まあこれに出てこんな感じかな。これどうやってやるんだろう。ミニ四駆完成した版みたいな感じそんな感じだよね。ちょっと見るのか。ちょっとね、一応説明書を読みます。全く分かんないんで。書いてあるね。ということで完成です。まあシールね、貼れるとこだけ貼って、後ろとかね貼ってません。まあ貼らなくてもね全然問題ないかなと思って。なんでこれでいきます。動かしてみましょう。おー、どうぞ。